Peggy 12.大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘です。こんにちは。まだ生きてます。ここは大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂 3DS と同 Wii U を開発しているバンダイナムコスタジオの未来研究所です。私も毎日通っていますが、このサウンドスタジオから新作スマブラの情報をお伝えしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。なお画面はすべて開発中のものです。ご了承ください。一番最初に肝心な発売時期のイメージをお知らせします。 Nintendo 3DS 版は夏頃、 Wii U 版は冬頃に発売される予定です。なんと3DS の方が先になります。かなり大きいタイトルなので制作には時間を要しますが、お待ちいただければと思います。専門的すぎてこんなことを言っても仕方がないかもしれませんが、一つだけお知らせさせてください。 Nintendo 3DS 版は基本的に秒間60フレーム、すべて 3D 立体視対応です。わかる人にはわかると思うのですが、スマブラの規模のゲームがこれだけ動くことはかなりすごいことです。切り詰めています。一部呼び出すアシストフィギュアやポケモンなどは秒間30フレームで動きますが、ファイターは滑らかに動きますので遊びには何ら問題はありません。改めて説明しますと、 3DS 版でも Wii U 版でもキャラクターの種類は一緒です。現在ウェブサイトに上がっているキャラクターは全て両機種で使えます。しかしステージの種類は全く異なるものが用意されます。紹介されているステージはどちらかの機種にだけあるものがほとんどですので、ご注意。両方にあるステージにシリーズでおなじみ戦場というものがあるのですが、これはデザインが異なっていたりします。それとステージに紐づく様々な音楽があります。 3DS 版は一つのステージに対して表裏の2曲、これはスマブラデラックスにおける一部ステージの仕様と同じです。 Wii U 版はオレ曲セレクトにより多くのシリーズ曲が入ります。これはスマブラ X と同じですね。なお 3DS、Wii U 間では何らかの連動要素があります。これは別の機会にご紹介していきたいと思います。ステージのご紹介です。
かで見たようなステージがありましたね。前作に出ていたステージごく一部復活します。これも両機種異なります。ここでロックマンステージであるワイリー基地のイエローデビルについてご紹介します。背景にそびえ立つワイリー基地、ロックマン2でおなじみのところですが、背景から何か飛び立っていますね。これがイエローデビル、合体しファイターに立ち塞がります。イエローデビルは攻撃をしてきますが、ファイターもイエローデビルに反撃をすることができます。基本的にヒットするのは目玉だけ。そして見事倒すと大爆発、爆発はとどめを刺したプレイヤーの攻撃になるので、どんどん巻き込んでしまいましょう。対戦ではイエローデビルを倒す競争になります。真っ先にダメージを与えるのか、最後に横取りを狙うのか、イエローデビルを狙う相手を吹っ飛ばすのか、いろんな駆け引きが生まれます。こういったボスキャラ系の仕掛けが登場するステージは他にもどこかあるようです。オンラインプレイのお話です。 Wii U 版はインターネット対戦が可能です。前作もそうでしたね。友達とも知らない人とも遊べます。そして負けずと 3DS 版もインターネット対戦が可能です。通信の状態が悪いと快適に対戦できませんから、なるべく通信環境を良くして対戦に備えていただければと思います。 Wii U 版の場合、有線 LAN のご利用がおすすめです。より皆さんに快適にプレイいただけるようご協力をお願いします。前作スマブラ X では、なるべくユーザーの自由に好きなようにしていただく方針でした。が、さまざまな問題が起こっていたのも事実です。当時はオンラインでできることも限界がありましたが、今なら可能なこともあります。今回最も大きな襟分けとして、フレンド以外の誰かと遊ぶ通信対戦をエンジョイ部屋、ガチ部屋、この2つに分けました。エンジョイ部屋のステージは終点を除く全ての中から毎回自動抽選されます。全てのアイテムが出現します。戦績は勝った数だけ記録されます。ガチ部屋はステージが終点のみに固定されます。終点というのは上下要素が全くない平坦なステージ、そしてアイテムは出現しません。戦績も負けた数を含めてしっかりつきます。エンジョイ、ガチ、好きな方を選んで楽しんでください。なお、フレンドとの対戦は自由なルールで遊べます。ストック制でも、時間無制限でも、好きなステージでご自由に。ガチ部屋に通うようなガチの人は、過去作ではとにかく終点ステージを選んでいました。せっかく多くのステージや音楽があるスマブラなので、もっといろんな世界設定を楽しんでほしいとは思うのですが、そこでこれをご覧ください。今回ほぼ全てのステージに終点があります。これでガチ部屋もバラエティ豊かになるというものです。なお、今回匿名対戦を行わず、任天堂ネットワークに基づいた名前が表示されます。迷惑行為を行っているプレイヤーは、ミーバースのように
通報することもできます。しかしそれだけではなく、放置プレイ、極端な一人狙い、自滅を繰り返す、意図的か否かに関わらない頻繁な回線切断、何らかのインチキなどをするとしばらく対戦につなげられなくなる措置も検討しています。回数を重ねるごとにつなげられない時間は長くなっていく予定です。なお、むやみやたらに通報するのもペナルティの対象になりますので、ご注意ください。快適な対戦環境の構築のためご協力ください。ネットでのもう一つの遊び、一人プレイでのスコア競争などがあります。だけど単なるランキングだと、今世界で何十万位というような大きすぎる順位になってしまい、面白くありません。なので対戦などにおけるランキングは行いませんが、一人プレイのスコアなどはっきり数値で決められる要素には何か工夫をしたいと思いました。そこで世界戦闘力という仕組みを考え組み込みました。画期的なランキングの仕組みです。これは大きな数字ほど強いということになります。世界中の同じモードをプレイした人々に対し、どのぐらいの人数を上回ってるかというものを表したものです。私の世界戦闘力は30万ですよという感じで使ってください。この場合30万人のスコアより上ということになります。なお対戦ではランキングなどはありませんが、なんとなく腕前に応じたマッチングがなされます。アイテムの一部ご紹介です。ファイターを支援するアシストフィギュアも登場します。こちらでもオールスター戦の様相ですから、なるべく盛り込んでいきたいですね。何が出てくるのかわからない、開けるのが楽しみなモンスターボール。
今回こういうものが出てきました。マスターボールです。この中からは伝説のポケモンなど珍しいポケモンだけが出てきます。一つ開けてみましょう。おお、これはアルセウスですね。重力で空中にいる相手を強制的にメテオスマッシュし叩き落とします。ではポケモン軍団のご紹介。お待たせしました。肝心のファイターキャラクターのご紹介です。まずはこの映像をご覧ください。サムスが最後の切り札ゼロレーザーを使っていますが、何か昔と違いますね。そう、昔はレーザーの威力でパワードスーツが壊れて落ちていましたが、今回はそれがなくなりました。今回変身キャラクターは途中で変身しないようになっています。一つのキャラクターに集中して遊べるということです。ん？ではゼロスーツサムスは？大変残念なことではありますが、今回は参戦しないことになりまして。ま、嘘なんですけどね。ゼロスーツサムスはもともと身体能力的に弱いという設定でしたから強化が必要だと思いました。そこでジェットブーツを使った体術を織り込んでいます。泣きどころだった復帰もご覧の通り、パワーとスピードを兼ねたキックになりました。次にゼルダです。下必殺技がなくなり、ファントムアタックという新しい攻撃になりました。ファントムを召喚する攻防を兼ねた技です。ただし反射などには要注意。下必殺技が変わったと。ではシークはちゃんといます。体術には磨きをかけ、新必殺技炸裂眼と長魚を備えました。炸裂眼はピンを抜いて破裂させる小さな爆弾、長魚はアクロバティックなかかと落としです。その他のキャラクターを少しずつご紹介していきましょう。カービィのハンマーに追加技ができました。その名も鬼殺し火炎ハンマー。ボタンを押しっぱなしで貯めることで使えますが、最大貯めの保持はダメージを受け続けるので要注意です。そして最後の切り札は一気に切り裂くウルトラソードになりました。表情が豊かになったデデデ大王。ワドリー投げはゴルドー投げになりました。威力が高い球を連続で投げられるようになり、戦力安定です。波動の力がアップしています。ピンチになると前作よりも極端にパワーアップしていきます。パワーアップしすぎて新速でオーバーランしないようにご注意を。そしてユーザーの期待には応えなければなりません。メガ進化です。
メガ進化をすると波動が常にフルパワーのまま戦います。なんと今回連れられるピクミンが3匹になってしまいました。これは手痛いパワーダウンと思いきや、引っこ抜けるピクミンの順番が決まっているようになりました。赤、黄、青、これが使われると次は白、紫、そして赤に戻る。数が絞られ、後ろに整列することでピクミンがしっかり見えるので、マネージメントがより重要になります。そして復帰技がこうなりました。羽ピクミンです。持っているピクミンをしっかり支えて空を飛びますが、連れられるピクミンが多いと重くなるわけで、最大の短所を補いつつジレンマがある調整になっております。今回は滑空というシステムをカットしました。これまた手痛いパワーダウン。しかしその分いろいろなところがパワーアップしていますので、飛翔の軌跡も使い勝手が良い復帰手段です。また最後の切り札が三種の神器になりました。他にもいろいろなファイターのいろいろな技がパワーアップしています。お楽しみに。そうそう、もう一人いました。ヤッホー。ヨッシーは過去のスマブラでは恐竜のように腰を曲げて立っていたのですが、近年のイメージに合わせて背筋を伸ばすようにしました。ヤッホー。かなり大きな改良になったので発表時期が遅れてしまいました。しかし手がかかった分強化もされています。無事参戦となったヨッシーの活躍にご期待ください。新たな参戦キャラクターを紹介していきたいと思います。ロゼッタのご紹介。ロゼッタとチコは通常必殺技チコシュートによって切り離している状態とくっついている状態を得り分けます。飛ばして戻す。そして切り離したチコは自動でさまよい、攻撃入力によってロゼッタとは別に攻撃できます。ロゼッタとチコはそれぞれ別の技を持っている独立した存在です。時に全く離れていながら個別に攻撃を繰り出せます。他の必殺技をご説明します。横必殺技スターピースはチコから弾を連射する技、遠隔地でも使えますが、その場合ロゼッタがお留守になります。上必殺技ギャラクシージャンプ、ゲートを使った距離が長い復帰技。下必殺技はアイテムキャプチャー、アイテムを引き寄せる技ですね。飛び道具も無効化することができます。そして最後の切り札パワースター、巨大な星と連射星の合わせ技です。次はリトルマックです。見ての通り体が小さいのに猛烈なパンチを繰り出します。ボクサーキャラクターというのは基本的に両手で殴るだけですから、一般的にはまとめるのが難しい。しかしリトルマックは極めて爽快なファイターになっています。地上の突破力はかなり高いファイターです。攻撃を受けてもガッツで押し切ることがあります。
スマッシュ攻撃はメガトン級の威力を誇り、ガンガン吹っ飛ばせることでしょう。しかし残念ながら空中戦に滅法弱いです。地上ではこんなに強いのに、空中では脇がガラ空き、威力も激弱。吹き性能だってすごく低いです。そしてもう一つ、リトルマック最大の特徴、 KO ゲージがあります。普通の通常必殺技は気合ストレートという非常に強く溜めるダッシュストレートパンチです。が、相手に殴られたり攻撃がヒットすると KO ゲージが溜まり、最大まで達すると1回だけ技が KO アッパーカットに変わります。一撃必殺、気分爽快。地に足をつけて戦うことが前提のインファイターリトルマック、その戦闘力はプレイヤー次第です。ジョルトブローは足元の攻撃を避けつつ飛び込みます。ライジングアッパーカットは復帰技、ジャンプ力は小さいけれど威力はまずまず。そしてスリッピングカウンター、攻撃を食らったと見せかけて反撃する技です。そして最後の切り札はギガマックへの変身。これ同一人物なんですかね。それとレトロゲームを愛する人はワイヤーフレームマックを選べるようにしました。これは昔のアーケードゲーム元祖パンチアウトの再現です。村人の必殺技を紹介していきましょう。特殊武器などのネタを全部紹介していきます。そして切り札は夢の共演。健康ファイターウィーフィットトレーナーは腹式呼吸と太陽礼拝がポイントです。腹式呼吸は精神統一して囲碁の攻撃を強くする技、太陽礼拝はためを保持することができる飛び道具。ヨガエクササイズとしての使い道がどこか間違えているような気がしますが、強い技です。腹式呼吸で攻撃力を上げた後、太陽礼拝でフィニッシュ。他のファイターにはないコンビネーションです。男性ウィーフィットトレーナーは色替えのような選び方で遊べます。背丈や身体能力は女性トレーナーと全く一緒なので、お好みでどうぞ。これをご覧ください。見たことがない技を使っていますが、これがカスタマイズ要素の一つとして作ったカスタマイズ必殺技です。オンラインプレイの試合で使うことはできませんが、フレンド対戦や直接会っての対戦ではいくつかの個性としてお楽しみいただけることと思います。詳しくはおいおい。
3DS には 3DS にしかない大きなゲームモードがあります。それがフィールドスマッシュです。まずはご覧ください。繰り返しますが、このモードは 3DS にしかありません。フィールドスマッシュとは4人で遊べるフィールド探索型パワーアップバトルゲームです。まずファイターは広いバトルフィールドに投入されます。制限時間は5分だけ。この5分の中でフィールドを駆け回り、敵と戦い、パワーアップを取得して強くなっていきます。パワーアップには様々な効果がありますが、これによって偏りがある強さが生まれます。そして5分後、それぞれのパワーアップを持ち越して対戦を行います。対戦形式は様々、短い時間で決着がつき、すぐに次のプレーを繰り返せます。互いのプレイヤーは平行世界にいるような感じで、直接殴り合ったりするわけではありません。ほぼ同じ条件下で技を駆使してパワーアップを進めることになります。持ち込みアイテムを持ち込むことでフィールドでより有利に振る舞うこともできます。戦う前から競争しているわけですね。このルールはカービィのエアライドにおけるシティトライアルと共通点があります。これも昔私が作ったゲームですが、これを掘り下げてみました。今回ほとんどの敵キャラクターはいくつかのゲームシリーズに登場したものです。敵キャラクターも夢の共演というわけです。なお敵キャラクターは毎回異なるものがランダムに配置されます。ランダムにするのもおすすめです。単なる対戦ではない、敵キャラとの戦いとライバルとの競争、お楽しみに。大乱闘スマッシュブラザーズは任天堂キャラクターが大集結する他に例がないゲームですが、発売まではしばらくお時間をいただきます。スタッフ一同、祭りを盛り上げるために必死に盛り込んでる最中ですので、お待ちください。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター桜井正宏がお届けしました。それではご清聴ありがとうございました。